こんにちは、キッシャンです。今日は以前紹介したヘキサコプターの振動対策なんですが、マジックテープよりももっと良さそうなものを見つけたので試してみたいと思います。そのグッズとはこちらです。手軽にできる地震対策、振動対策にはこれだろうということで見つけてきました。いくつか種類があったんですが、一番触ってみて柔らかいものを選んできました。早速試してみたいと思います。まずは比較動画ということで、両面テープで固定した状態で撮影を行ってみたいと思います。それでは地震対策グッズを試してみるんですが、表面に油分があるためなかなかカメラなどが固定できませんでした。そのため表面に黒いスプレーで色を塗ることにしました。とりあえず順番として今回は2枚間に挟んで撮影をしてみたいと思います。マジックテープと比べるとかなり揺れが激しくなるような気がするんですが、どうなるんでしょうか。次に間にもう1枚挟んで合計3枚使って撮影してみたいと思います。やはり3枚ともなるとかなりブレそうな気がします。さあ、検証の結果はどうだったでしょうか。少し撮影をしただけなんですが、すでにカメラの重みで剥がれてきています。実際撮ってみるともう完全に両面テープの方に塗装がいってますね。今回このグッズが十分使えることがよく分かりました。ただこの素材同士の粘着はかなり強力なんですが、ヘキサコプターとあとカメラの方ですね、こちらの方はどうやっても粘着を弾いてしまうような感じなので、今後はこれの対策を考えてみたいと思います。今日はヘキサコプターの振動対策として地震対策グッズを使ってみたという動画でした。